世間から隔絶された空間において仁義なき賭場が始まろうとしている。まずバニーガールが膝をつき、板の間に座る若い衆に札が配られる。彼らの背後には兄貴風の男たちが立つ。ただしこの兄貴風の男たちの顔は灰色ののれに隠されて見えない。いかにも高そうな背広を着ていながら、その下半身はなぜか裸だ。また片手に縫い針の凶器を持っている。すぐ隣に立つ男の股間に突き刺せる姿勢で博打をする若い衆を囲んでいる。イカサマ行為や勝負の余計によっては血が流されるであろうことが推測され、義兄弟の強い絆を感じさせる。ようござんすか、ようござんすね、と壺振りし、入ります。そして才は振られた。超、半、超、超、半、超、超。はて、最初に配られた札、あれは一体何だったのだろう。